みんなこんにちは。チーム清流みなものガミアンと清流の国岐阜公式のマスコットキャラクターのみなもです。今回のテーマはみなもと一緒にミュージアム巡りということで、美濃市にある美濃和紙の里会館を紹介します。皆さんも一緒にミュージアム巡りをしているかのような気分でご覧ください。それでは早速行ってみましょう。美濃の里山で1300年前から好かれ続けてきた美濃和紙の歴史や技術、和紙の素晴らしさや未来への可能性をさまざまな視点から紹介しています。美濃和紙の歴史や技術、現代における和紙の展開と未来の可能性を紹介する常設展示室のほか、ユニークな企画展も行っています。取材の時にはこんな企画展が行われていました。ね、青なんかわいい、まじまじでしょ。ここは和室です。和室、畳を紙を使って、それでは施設の須田さんにお話を伺いたいと思います。須田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。須田さんの思う施設の見どころを教えてください。こちらの会館は、美濃和紙について学べて遊べて体験できる施設です。和紙の歴史ですとか製造工程などを詳しく、そして面白く紹介しております。あと企画展というのが年間に4回から5回ぐらい入れ替えを行っております。その企画展と一緒に紙すきの体験というのができまして、実際に自分で紙をすくことができます。そういったところを楽しんでいただける施設だと思います。ありがとうございます。企画展4回も変わるんだね。すごい、初めて知った。ありがとうございます。ではそれでは最後に皆さんへメッセージお願いします。和紙について知りたいことがありましたら、こちらの会館までお気軽にお越しください。自分だけのオリジナルの和紙を作って、伝統工芸を知っていただければいいかなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。それでは次は紙すきの技術を体験できるということなので、やっていきたいと思います。それではね、みんなも一緒に行ってみよう。行こう。たくさんすくいます。たくさんすくうとクラクラしますので、はい、壁にゴンと当ててしっかりバランスをとります。こういう意味です。手首の力使っていくのがいい。おっ、落ちました。はい、じゃあ、その下に落ちてください。はい、置いておいてください。これでね、こんな感じでね、ほら、紙っぽくなりました。真っ白や、紙っぽくなりました。全部和紙だ。こんな感じでね、あと乾くまでにね、15分くらい時間かかりますんでね。じゃあ完成まで待ってまーす。触ってもいい意味でも。すごい、なんか表がつるむつる、そう、裏はだ。今回は美濃和紙の里会館をご紹介しました。ぜひ皆さんも遊びに来てくださいね。それじゃあみんな、またねー。